スーパーマリオメーカーやっていきましょう。100人マリオチャレンジ難しいなんですが、多分途中からだったはずなんだけど、撮ったやつがちょっとね、ファイルがおじゃんになっちゃいまして、まあ最初からまたやる感じでやらさせていただきたいと思います。じゃあ参りましょう。ちょっとね、ゲーム音に自分の声が負けちゃったんだよね。コウメありそうだな。おぉ、トライアルっていうからちょっと距離が伸びていくのかなっていう予想したけど、そういうわけでもないのか。こういってこのキノコは取れないか。これは上からジャンプしないとダメだな。無理だな。今の感じだとギリギリいける。右行ってみようか。いや、大丈夫そうですね。おうおうおう。あ、キノコいらないよね。とーん。おら。オッケー。上は楽ちんコースだったな。ちょっと死にすぎましたね。ステージ2参りましょう。3機も取られた。エスケープフロムガンバーファクトリー。グンバーガンバー、このクリボーのことですよね。グンバーガンバー。じゃあどんどん行きますか。ん？これは？おぉ、うわ、これもむずそうだな。うわ、あぶね、うわ、はしゃい。で、上にトゲあったし、あぶね。あ、これはラッキーですね。さあ、2、強化。これ上だな。こっちだね。あ、でも入れないですね。鍵探さないと。あ、これ入れそう。ん？ OK。で？降ってくる。また中間だ。じゃあ一応ちゃんと進めてるんだね。下にある。あ、うわ、あの赤コインどうやって取る。取れなくはないか。これ横伝いで取れるかな。取れたけど死んだ。とりあえずスルーしとくか。どうしよう。全部取らなきゃいけないのかな。やべっ、危ねえ。とりあえずでもクラウンがあれば何かと。やっぱ下はマグマだったか。なんとなくそんな感じはしてたけども、これ赤コイン5枚集めないとダメ的な、そういうやつ系。あ、でもなんか集められそうですね。あ、この辺、うわ、オッケー。これで戻ってギリギリ届かないか。やっぱこれで入って、よし、先に進めた。長かった。上に10ゲームか。お、3アップするチャンスですよね。
数を増やそう。いいぞ、増える増えろ何体でいいんだ。これぐらいでは多分大丈夫かな。 OK、 全然余裕だったね。まあ実質ほぼな死亡なしでクリア。ステージ3参りましょう。マリオダービー3。はやっ。うう、海外の制作コースだからといって信じた俺がバカだったわOK、 上があるのか。ドア途中あっても入っちゃダメと。あと孔明気にしながらやれと。なんだなんだ、スターか。 OK、 ちょっとやばかった、怖かったおもた鳥上だな、これ入っちゃダメ。でも入らざるを得なかったか。あ、生きてる。どうなってる。 OKOK、 ここだ。オッケー、おっ、これだ。よっしゃ、ステージ4参りましょう。今日は雨、湿気がすごいわ。なんか暑いもん、道の駅なんかあれみたいな、鉄腕ダッシュみたいな道の駅。わんわんか、道の駅、どういうことだろうここだ。うわっ、 OK、 倒した。 OK、 道の駅だからな、なんか売ってたりするんだろうなはよ来いや、リフト待たせすぎや。真ん中がピカピカ光ってますね。おお、激しい。物が降ってくる前に、あのファイヤーをしっかりと取って。オッケー。これかぶれるな。ちょっと、ファイヤー取られちゃったけど。いや、持ってく必要はねえか。ちびっこでいけ。うわ。失ったものの方が大きかったな、多分。なんか来そう。大丈夫か。さっきのとこの上だよね。うわっか。あ、これこそ。ズレも欲しい。よし、いただいた。勝ちゲーだな。勝ち申したな、俺は。ひぃ、あぶねえ。いい回避だ。素晴らしい反応速度見せた。ボールあるね。大きくジャンプして、やったー。よかったよかった、無事クリアできました。ステージ5参りましょう。道の駅はどう表したかったんだろうな。サラリーマンパパ三角跳び大好き。三角跳びってなんだろう、壁キックのことかな。お、厄介な感じだな。踏んで踏んで踏んで、着地して孔明に気をつけながら。孔明ない、踏まないで持っていく。うん、行くべきはなんか下っぽいな。あー、上も行けるのか。ちょっときついかな、ピージャンじゃちょっときついよな。いけるかな。いや、届かないな。あぶね。ゴール。すげえ、すげえ、マシンみたいになってる。おお、これはすげえわ。